それでは次に輪の作り目から続く細編みの編み方をご説明します。先ほどの作り目で、右下に10センチほど端の糸が来ている状態です。糸の持ち方はまず輪っかを中指と親指、利き手と反対側の中指と親指で根元の部分を押さえてください。親指よりも上に輪が来ているのがポイントです。右手は針を押さえていただいて、まず輪の中に針をくぐらせまして、奥にある糸を持ってきます。針に2本かかっている状態でもう一度引っ掛けて抜きます。これが細編み1目できました。もう一度やります。針を輪っかに入れて奥の糸を持ってきます。針に2本かかった状態で奥の糸を引いて抜いていきます。これを合計6回、細編みを6回いたします。輪っかに入れて針に2本になったら抜いてくる、輪っかに入れて針に2本になったら抜いてくる、輪っかになって針に2本になったら抜いてきてください。それで6目、どの状態で6目を編んだかというのが分かるかと言いますと、真横にしていただいた時に鎖の状態になっています。この鎖が針にかかっているところは数えずに、それ以外のところで1、2、3、4、5、6個、6個できております。これで6目細編みを編んだことになります。この状態で先ほど残しておいたこの10センチの糸をキュッと引っ張ることで絞られまして、6目の細編みの完成です。続きまして2段目を編んでいただければと思います。で、コットンラフィアの場合のコツなんですが、段ごとの引き抜きと立ち上がりの鎖1目というのはしないでください。そうすることで手術痕のような跡がくっきりと入ってしまって美しくないので、本来であればここで引き抜き編みをして鎖で1目立ち上がるんですが、2段目以降はそのまま、作り目をしないで、そのままもうまた鎖を続けて編んでいただきます。